久さおじ長、阿らんち鳥あ長、信ゅ大名。客のなふだ。かち縄文付きの羽舞台の小袖に、茶坊島の仙台広の袴を折り目高につけ、金目の淵頭に、秋草をけぼりした見事な脇差しを束さんでいる。どう安く踏んでも、大神の家老か、おそば役といったところ。 55、6五五の特実な顔立ち。何か心配事があると見えて、白い瓶のあたりを注げさせ、嫌な色に顔を沈ませている。重厚に膝に手を置いて。実は、と口を切ると深く表をうつむけ。なんとも大変異常なことで、何から申し上げてよろしいやら。肩で体側を突きながら、 また、がっくりと首を垂れてしまう。なんともどうも、はかばかしくない。向き合って座っているのは、北町奉行所のケチな長面くり。例の、顎ゴ十郎こと、センバアコ十郎。一枚看板の黒歯舞台の風る合わせのすそ前から、ぎゅっと膝小僧を覗かせ、長なりの刀眼のような、ぼってりとしたバカべら棒な大きな顎の先をなでながら、ほほう、とかなんとか、のんびりと、合図を打っている。 気の長いことにかけたら、誰にも引けは取らない。まして、顎十郎を同時させるものなどは、何一つこの世に存在しない。相手のため息も沈んだ顔色も、点で目に入らないように、天井を眺めながら、ぼうぼうことして控えている。相手が切り出すまで、十年でも二十年でも、ゆっくり待つ気と見える。客は、んじゅん。 思い切り悪く渋っていたが、いよいよのっぴきならなくなったのが、改めて、因縁に一礼すると。今日、突然に推薦いたしましたのは、実は、折り入って、お願い申し上げたい義がございまして。青十郎は、ほほう、と、曖昧な音響を発してから。それは、一体どのようなことで。 と言ったって、別にお急がせ申すわけではありません。次第によっては、明日、明後日。あるいは、今年の大晦日の夕方まででもお付き合いいたしますが。何しろ、手前は奉行所の礼くり方。古い判例をひっくり返すよりほか、一向に能のない男。おまけに剣術の方はからっきしいけませんから、あらうちの助立ちなんぞは、とても務まらない。いや、さような次第では。 青十郎は一人がてんして。おお、そうですか。するとつまり、あなたにお娘子が大勢あって、どうにもやり場に困るから、こんな大ベラボーなやつだが、一人くれてやろうなんておつもりなのだと思いますが。何しろ、一人の口だけでもカッツカッツ、頂戴しても食べさせることはできません。大おおしめしは千番片しげのございますが、ひらにご自体。客はヘも戻して。いや、いや。 決して、そういう次第ではございません。つづめてもそうなら、主家の不人にも関わる一大事。青十郎は頭を抱えて、そりゃあ大変だ。そんな大事では、とても手前などの手には合いかねましょう。何しろと、またペラペラと来そうなので、客は慌てて、しばらく、しばらくと食い止め。それでは、ご謙遜に過ぎましょう。このほどの単調のお鶴の剣、また、酒屋の騒動、 陰備夢中の中から真相を適決して、そのがら手のひらの中を刺すごとき、明察ご理解。実は、そのお力によって、主家一号の機能を、お救い願いたいと存じ。というと、田舎臭く真四角になり。手前、生命の義は、先ほど名札を持って申し上げました通り、岩田平米。関東の猿藩の六王藩者でございますが、卒じながら、 手前、主人の名の義は。ははん、何とぞ、ご容赦下さるよ。きっと顔を上げ、必死な目つきで。お聞き済み、願われましょうか。あご重労、あっさりとうなずいて。いや、ゆかりも承知しました。そういうことなら、関東とさえおっしゃることはいりませんでした。なーに、おっしゃられなくともわかっています。 伺うところ、どうやら下さなまり、それに名札の紙が、焦がれできる粘土の入った間に合い紙ということになると、改めて武漢をひっくり返すまでのことはない。下さの焦がれ、実だが十二万五千石。仮のましこを、はっと、見苦しいほどに顔色を変えるのに目もくれず。言わずと知れた、土井大井の神様のご家中。なんてことはどうでもいい。いかにも、ごしかの名は受けたまわりますまい。 おっしゃってくださらなくても結構。それはともかく、下尾佐の子がといえば、江戸の東の片目、そこの奥に河老ということになれば、何かとご用たなこってしょう。いや、お察しいたします。客は、むやみに手を振って、めっそうもない、手前は決して、などと、慌てられることはない。間違いなら、間違いでもよろしい。ただ今も申し上げましたように、その辺のことは、ちゃんとずわしい。いや、 ちゃんと飲み込んでおります。あなたが土井様のおかろうだなんてことは、手前は何も知らない。いわんや、岩田というのは偽名で、実は石口十兵衛と言われるなんてことも、まるっきりしちゃいない。おお、どうしてそれを。須崎の浜。顎十郎は、えへら、えへら笑って。どうしてとは水臭い。それに、少々お嬢際が悪いですな。 ここまで極めをつけられると、大抵の人間なら、兜を脱ぐに決まっているんだが、どうでも白を切ろうというところには感服いたしました。長い顎を摘んだして、冷やかすように相手の顔を見る。とぼけた面相のせいか、どことなくおかしみがあって、こんな毒のあることを言っても、一向肉体にならないのが不思議。うつむいて、石仏のように木念としているのを尻目にかけながら、 今朝のことを言うようですが、この辺はまだほんの前芸。どうしても、白を切られるなら、いよいよ本芸に取りかかる。あなたが屋敷を出られて、ここへ来られるまで、一体どんなことをなさったが、いわゆる、棚心を刺すように、解き明かしてお目にかけましょう。お本と、おつな席払いをして。あなたが柴田村町の神屋敷を出られたのが、今朝の五つ半。屋敷の乗り物には乗らず。 すぐ二丁目の辻に暗発の辻籠があるのにそれも避け、わざわざ流しの汚い四つ手が通るのを待って、それに乗って一旦日本橋まで行き、本国町の土佐屋で鰹節の切り手を買い、それからこの本郷マ子町までやってきた。なぜそんな手間のかかることをなすったかといえば、屋敷の者に自分の行く先を知られたくないから、もう一つは手前に屋敷の在りかを悟らせまいため。 何もそんなにびっくりしたような顔をなさらなくてもよろしい。種をあがせばわけのないことなんです。拝見いたしますところ、あなたのお羽織の背中に、俗にアンダジワという背もたせのぶっちがいだけの跡がついている。お屋敷の乗り物なら言うまでもない。街かごにも少々ましな暗発の方ならば、背がかりに小布団をかけてあるから、羽織に竹の跡などがつくわけがない。また、土佐屋の切手にしろ、 ただ、それを買うだけのためなら、何もわざわざ日本橋までおいでになる方はない。都裁は田村町にもあれば、この本郷にもたくさんあります。つまり、自分の行き先と屋敷のある方角をくらますのが、その目的。さて、政サ町一丁目まで来ると、さらしなの前で籠を返し、二階へ上がってすずりと筆を借り、名札にちょっと細工をした。 石口十兵衛とあるところへ、山と十とチョンを書き出して、岩田平兵衛と直した。心があなたのありがたいところを、名札紙を買わせて、新しく書けばいいものを。たとえ紙一枚でも、無駄になさらぬ石鹸なお心がけ。一国を預かるご家老とは、実に書くありたいもの。いや、冷やかしてるんじゃありません。本当の話。ところが、どうしてさらしなというかというと、失礼ながら、 あなたの顎にお蕎麦のクズが、慌てて顎を撫でるので、さすがの顎十郎たまりかねてヘラヘラと笑い出し、ついているとは申しておりません。もっと確かな証拠は、あなたの襟に刺したつまようじ。そのひらに、まさごをさらしなとすってある。いけませんね。これじゃわざわざ日本橋を大回りしてきたかいがない。いわば、まるで明けすけ、いくら突っ張っても、こう尻抜けじゃ何にもならない。 石口十兵衛は膝に拳を置いて凝り固まったようになっていたが突然畳の上に両手を滑らすと頭を下げご眼力ご明察書くほどまでとは思いもかけませんことで何とも早う十郎はまたとぼけた顔つきになっていやそうまでおっしゃることはいりませんあなたのように最新緻密な方が人に物を頼むときは どういう礼を取らねばならぬかご存じないわけはない。それを知りつつ、鹿の名前だけは、骨がシャレになっても口外しまいという忠義一徹。何も不利も構わず、礼儀も捨てて、押し通そうとなさるお心しには、誠に感服いたしました。手前といたしましては、あなたの肘隠しにしていらっしゃることを知りながら、シャレや冗談で突き出したわけじゃない。そうまで覚悟を決めて鹿の名を肘隠しにしようとなさるからは、 こりゃ、よくよくの大変。多分、十二万五千石が、不意になるかどうかという、わどい瀬戸際なんだと思います。お先くぐりをするようですが、つまり、私にそのナンバー、なんとかしてくれと言われる。ほ、はい、いかにもその通り。してみや、どうせそこへ触れなきゃ、推移が通らない話。と、そう思いましたから、手っ取り早く行くように、私の方から切り出してみたまでのこと。 私はお目付でもなければ老中でもない。入り組んだ内幕を聞いたって人に漏らす気遣いはない。また、それほどの推挙でもありません。あなたの朴突さに惚れましたから、どんなことかは知りませんが、私の及ぶことなら、寝限りお力添えいたしますから、どうか、肩のしこりをとって、ありったけのことをすっかりぶちまけてください。この、そっけない男が、一体どうしたというのか 今日に限って嫌に親身なことを言う。普段を知っている人が聞いたら、さぞおかしかう。石口十兵衛は抜刀に受け、この日頃のローのせいか、広く落ちくぼんだ追いの目に、にわかに涙をみなぎらせながら。これが初めてのご面識。唐突に推薦いたしましたのみならず、重ね重ねのご無礼。年がいもなく、様々とおろたえた様をお目にかけましたにもかかわらず、お笑いもなく、お咎めもなく、 泳ぐ限りご稼勢くださるとのお言葉。ありがたいとも、片付けないとも、妄想にも、はや。あとは、涙声になって、そのまま差しうつむく。さすがに大半のカロたるだけあって、はためにも、それと察しられる見識、器量。それが、あさましいまでに取り乱し、路地奥の貧乏長屋の古畳の上に両手をついて、肩を震わせながら、むせび泣いている様は、いかにも哀れ深い。 石口十兵衛はやがて顔を上げ。司祭は次の通り。千君、年吉様には、ただ一人のご着子があって、玄次郎様と申し上げますが、ご三歳の春、年吉様が見まかられましたので、直ちに相続を願いいで、翌年春、もが明けますと同時に、相続祈願のため、先の家老、相馬、静之助。森役、桑原、萩野心。 医者、菊川露祭の三人が付き添い、八田北口というところにある、うぶすな様へご参詣になりましたが、岡倉の太鼓に、大驚きにあったものか、帰りの籠の中で、井戸、三度と湿気なされるので、やむなく途中の百姓屋に籠を止め、離れ屋にお供ない申し、いろいろご解放を申し上げましたところ、ようやくのことでご正気、軽い強風ということで、 その後は、つつがなく、ご生育になり、元服と同時に、そういなく、家督相続、差し許される旨、お達しがあり、家中一度、強烈に存じておりました。その後、家老、相馬、静之助と、医者、露祭が、相次いで死亡いたし、よって不詳、私が、家老の職につき、ご養育に専念いたしておりましたところ、この春頃から、旅外な風絶を耳にいたすようになりました。 ほほう、それは。と申しますのは、ご弱子、玄次郎様は、二年前の春、うぶすな様の祈祷、百姓屋の離れで、失気したままご死亡になり、子が、十二万五千石の廃絶を恐れるまま、先の殻を静之助が、森役、萩野心だと語らって、たまたま通り合わした、野伏せり骨敷の子が、玄次郎様に、幾つしなのを栽培。彼を与えて買い取り、偽の主君を作り上げ、 何食わぬ顔で、起乗したのだという鳥沙汰。元より、根もない風雪ではございますが、捨て置きかねることにてござりますによって、様々手を尽くして、噂の出どころを取り調べましたところ、宿の百姓で、二左衛門と申す者の口から出たということを。ところで、この二左衛門も、千年すでに死亡いたしたという拉致もない話。なるほど。ところが、先君年吉様の外籍、 ご内室の老い子に当たられる、北条和馬殿源の、次郎様を拝して、己が十二万五千石の家督を取り焚きした心があり、おじ上土井美濃の神と結託して、五郎中などへの運動も様々なさるおもきでありましたが、この噂を、得たり賢しと、もっての他のお取り詰めを、萩野氏を、救命同様に押し込めて、戦言をなさいましたが、元より根もないことでございますから、沈弁いたしようもない。 手強いと見てとってか、今度は、荒野さんから、節素という人相味の法院を呼び寄せ、単語の節句の当日、家中列座の中で、源次郎様の僧は、野せり骨敷きの僧であると、はばかりもなく述べさせるという乱暴。このまま捨ておいては、行く末、源次郎様のご一命にも関わるような事態になるやに存じたものか。今から二回りほど前の夜、萩野神は、ご神所に忍び入って、源次郎様を盗み出し、 そのまま、蓄電してしまいました。そりゃ、どうも乱暴ですな。どういう切羽詰まった事情になっていたか知れないが、そんなことをしたら、源次郎様とやら、ぶせり骨敷の子だということを証拠立てるようなもので、のっぴきならぬ羽目になりましょう。石口十兵衛は、実直に頷いて。いかにもその通り、手前の心痛も、一えにその点に関わりますので、なんとかして、一日も早く、 探し出したいと存じ、何か手がかりでもと、萩野神の屋敷に参りまして、文庫、手箱などを探しましたところ、江戸、鈴崎へ行くという意味の書き置きがござりましたので、間を置かず、出布いたしまして、取る者もとりあえず、深川へ参り、鈴崎一帯を手を尽くして探しましたが、一向、それらしい手がかりもなく、すでに今日で十二日、虚しくかかとを減らして駆け回るばかり、まだに何の喫走もございません。 ところが一方、数ズマ殿の方も、どこから漏れ聞いたか、萩野ロが江戸へ落ちたということを探り出し、江戸市と言われる南町奉行所の控え同心、藤波友恵に意を通じて、しきりにこれも行方を探させているという噂。ご承知の通り、藤波というのは、いかにも辛辣果敢な人物。手前の方は、老人の呼ぶ毛足で、とぼとぼと探し回っているのに、向こうは二百三百という下っ引きを追い回し、 網の目をすくように洗い立てております。これでは、到底勝負にはなりませぬ話。切羽詰まったその末、失礼も帰り見ず突然、水産にいたしたような次第。なりとぞ、これを刺す。と言って、息をつき。万一、こちらが御手になりますれば、源次郎様のご一命にも関わる場合、今や様々に作りごとされ、風評通り、 源次郎様が野伏り骨敷の子であったなどということになりましたら、偽りの相続願いを差し上げたという角により、軽くて半地、重ければ、源の寄り以来の名家子が、十二万五千石も、着手なゆえをもって、そのまま、廃絶という、際どい場合。何とぞ、手前の信仰をあわれとお示され、一日も早く、源次郎様のあり顔は青十郎は、 さすがに驚いたような顔つきで、石口十兵衛の顔を見返しながら。なるほど。これらは偉いことになっている。あなたが骨がシャリになっても、ご鹿の名を口外しまいと、突っ張ったのも無理はない。源次郎とやらが、骨敷の子であったかないか、その真実はともかくとして、こんなことが老中にでも知れたら、小賀の家領は、どっちみち無事じゃすみません。こいつはどうも、驚いた。 顎をなでなで舌を巻いていたが、何を思い出したか、尊強な声で。それはそうと、ちょっとお伺いしたいことがあります。そのおもり役の萩野ノとやらが、残していったという書き置きの文句は、一体どんなことだったのですはい。それが、拉致もないと申せば拉致もない。ただ、5文字、須崎の浜、とだけ書いてあったのでございます。顎十郎は、へへー、と言って、 飲み込めるような顔をしていたが、どうしたというのか、いわかに気色満面の体で、続けさまに、震わせの膝を叩きながら。わかった。わかった、わかった。なんのわけはない。そんなことなら、もうこっちのもんだ。いかに藤並の目端が効いたって、こういう故事は知るまいから、とてもそこまでは探索は届くまい。と、規制を走ってから。石口さん、はわったい,い口を聞くようだが、源次郎さんの行方は、 もう、このアコうろうが見通しましたから、大船に乗ったきれ、屋敷へ帰って、骨休めをしながら待っていてください。おそくとも、明日の昼頃までには、しょっぴいて、いやさ、お連れ申して帰りますから。と言って、また一人で、えへら、えへら、笑いながら。念のために申し上げておきますがね。江戸のざきは、ざきの花、などとは言わないんです。昔から、ただの須崎。江戸のふどきには、 はまなどと名のつくところはそうざらにはないんです。なんと、ご存知でしたろうか首実験。浅草田んぼに夕日があったり、鳥越の土手の向こうに並んだ、かまぼこ小屋のあたりで、わいわい言う人へ。見ると、小高いところに立って、ああでもない、こうでもないと言って指図しているのが、例の憲兵ズの、 藤波友恵と、千振りのセンター。いかに否認の寄せ場と言いながら、よくもまあ、こうまで集めたと思われるほど、五つから七つぐらいまでの古事記の子供を数にして、およそ五十人ばかり。こいつを一列にずらりと並べて、松尾丸もどきに片っ端から首実験をしていく。花たらしや質頭、指を加えて、ぼんやり見上げていたのを、千ンブのセンターが、顎の下へ手をかけて、 まじまじと覗き込む。菅原伝獣手習い鏡の三段目じゃないが、いずれを見ても山が育ち、どうにも取り立てて言うほどの面相はない。も森のセンタは、すっかり嫌気がさしたと見えて。仏の顔も火に三度じゃない。古時期の面ばかり、これでものの三日、朝から晩まで見尽くして、どうやら気が変になりました。ひどいもんですね。うちへ帰りますと。 せがれの面までこけずらに見えて薄着たなくてたまらない。一体いつまでそんなことをやらかそうと言うんです。お願いできるなら、あしゃもうこの辺で。藤波は三拍眼をきゅっと吊るし上げ。この辺でどうしたと言葉をしみをしねえで、はっきり言ってみたらどうだ毎度のことだが、今日はまたいつもよりよっぽど風向きが悪い。噛みつくような口調で。つまり、よしてえと言うんだろう。 嫌になったと言うんだろう。えへへ、そういうわけでもないんですが。カロの石口十兵衛の宝うや、ゃ青ジブのところへ駆け込んだことが分かってる。小賀の十二万五千石がどうなろうと、俺には委託もかゆくもねえが、こんな風に、つわずり合いになった以上、どうして後へ引けるものか。寄せ場をおろか、橋の下、お堂の下を這いくぐっても、その小アッパを探し出し、あいつに腹を明かしてやらなければ収まらねえのだ。えへ。 ごもっとも、藤波は見学に、きっと唇の端を引き締め。ごもっとも何がごもっとも。なあ、センタあの顎化けが、今朝俺のところへ送りつけて起こした手紙を、貴様も読まなかったわけじゃなかろう。あなたのなさっていることは、まるっきりの見当を違い。いかにもお気の毒に存ずるから、ちょっとご注意申し上げる。何を言いやがるあしらっておきゃいい気になり上がって。 自分天狗の増上門、放っておいたら、どこまでつけ上がるか知れやしねえ。今度こそは、ぎゅっと夢に合わせて、申し訳がございませんの、百遍も言わしてやるつもりなんだ。俺にしちゃ、大事な瀬戸際、汚ねえの騒動なんぞと言っちゃいられねえ。嫌なら、俺一人でやるから、お前はもう帰ってくれ。センタは、手で泳ぎ出して、じゃ、じゃ、冗談じゃねえ。ここで追っ払われたんじゃ、今までの苦心も水の泡。 足の立つせがねえ。あの顎化けを見返してやるというような、足にしたって長い間の念願。今までやらしておいて、帰れはねえでしょう、旦那。そりゃあ衝ですよ。なるほど。愚痴は言いましたろう。が、いわばそいつは愛の手。ちっとぐらいぼやいたって、何もそう無気になって、お怒りなさらなくとも。藤波は、せせら笑って。泣くな泣くな。くな古事期のガキが貴様の面を見て笑ってる。 そういう気なら、無理に帰れたは言わねえ。もうわずか、あと三十人ばかり。一つ精を出して、やっつけようじゃないか。へ、ようござんす。センタは、いまいましそうに下打ちをしながら、小時期のこの方へ寄って行き、似顔へと照らし合わせながら、多滅、すが滅、また首実験を始める。藤波の方も、高みになったところに棒立ちになって、これも油断なく、否認のこのそぶりを、 すごい目つきで寝めつけている。そこへ、土手の向こうから。おお藤波さん。という声。振り返ってみると、のっそりと土手の向こうから出てきたのが五十六。しゃくるような嘘笑いをしながら、二人の方へ近づいてきて。おほう,ほう、やってますな。さすが、お顔が広いだけあって、だいぶ様々なのをお集めですな。枯れ木も山の賑わいじゃないが。 ヒリンの脇もこれだけ集まると、ちょっと見栄えがする。中ん族、右手から二番目にいるのなんざ、あなたと息をつしい、いわゆる、ご楽院とでも言ったようなものなんですかな俺れ、ご覧なさい。血筋を争われないもので、三白岩でこっちを睨んでいます。と、ぬけぬけと、人を小馬鹿にしたことを言っておいて、それはそうと、今朝ほどお手紙を差し上げましたが、まだ、ご楽師にはなりませんでしたか藤波は、 にがり切った顔で。ああ、誰か、ぼやぼや言っていると思ったら、千葉さんですが。お手紙はいかにも拝見しましたが、何やら一向通じない分威で、どうにくれたこってした。お手紙の趣向きでは、何か私が大変な見当違いをしているとのことでしたが、間違いだろうとどうだろうと、あまり人のことに口を出さない方が、お互いにやりいいと思うんですがね。あなたのおせっかいは、 今に始まったこっちゃあねえが、親切も度が過ぎると、礼に外れる。通信だ方がいいでしょう。青十郎は、意にも返さない様子で。そのお腹立ちは存じておりますが、今度ばかりはどうでもご忠告せねばならぬような羽目で。嫌がられるとは知りながら、あんなお手紙を差し上げたんでしたが、この様子を見ると、やはり私の忠告をお持ちにならなかったと見える。 案外あなたもさっぱりなさらん方ですな。さっぱりしないのは生まれつきで、今更どうにもしようがない。では、しつっこい男なんです。それはよく知っていますが、しかし、いつまでこんなことを言っていたってしようがない。実のところ、今度の件には、いろいろあなたのご存じないことがあるんです。それを一体、どんなことです青十郎は、うなずいて。さよ。 それをお話しすると分かっていただけると思うんだが、どうにも申し上げるわけにはいかない。藤波は苛立って。ええ、先輩さん。決着のところ、私にどうしろと言うんです。うるさいいざこざは抜きにして、あっさりそこだけを伺おうじゃないか。青十郎は、どほんとした顔つきで藤波を見返しながら。ざっくばらんに言うと、この事件から手を引いていただきたいんです。 藤波はセンタの方へ振り返っセンタ、聞いたか先生が奇抜なことをおっしゃっていられる。お前らの出る幕じゃないから、引っ込みをつけろと言うんだが、一体どうしたもんだろうな。センタはせせら笑って。へへへ、ご冗談。箱根山からこっちには化け物は出ないという。引っ込みをつけるな、こっちのこっちはね。そこに突っ立ってるアゴバケの方。アゴバケ しまいまでは言い終わらなかった。とっさに、あごじゅうろうの右手が動いて、チャリンとつばなりがしたと思うと、えいむちを振るほどに空気が動いて、またつばなりの音。それでおしまい。二人の目には、あごじゅうろうの右手がちらと動いたのが見えたばかり。その他には、一個、何の変哲もない。藤波も千太も、あごじゅうろうのすごい主練は十分知っている。いつか、 氷川様の境内で、ドキッとするような目にあっている。が、一方、大した落ち着き方で、滅多に人を切るほど、血気に流行らないことも知っている。また、例の脅しだと思ったものだから、負けん気のセンター、不んと鼻で笑って、何をしらくせえ、と、いうつもりなのが、ただ、うわ、うわ、としか言えない。と、見ているうちに、唇の端から赤い棒でも垂らしたように血が、違う。 顎の方へ筋を引く。いつ、どうして切ったのか。唇にも歯にも触れず、左方の内側から斜め上に郊外の方へ浅く切れている。切っ先が触れたわけではない。一種の気合好き、抜刀一電流、丸目モンドの将の独語剣。東映三尊動いて肉を切るというやつ。あご従老は、大前として懐で、長い顎をしゃくるようにしながら、 昔、俺が甲府金番にいた時、俺の前で、うっかり顎を撫でたばっかりに、二人まで命を落とした奴がいる。いつも落としだと思っちゃいけない。が、そんなことは、まあどうでもいい。藤波さん、さっきの話の続きをしようじゃねえか。と言って、言葉の調子を変いて。手前は、随分おせっかいだが、それはそれとして、手を引けの、引っ込めのと、 聞いた風なことを言ったことは今までただの一度もない。それをこう言うからにはよくよく訳のあることだと思ってください。あなたは何もご存じないが、真実のところ、この仕事では確かにあなたの部が悪い。はっきり言うと、あなたはとんでもない奴の味方をしているんです。と言ったばかりではお分かりないでしょうが、あなただって馬鹿じゃない。ことの起こりは、お家騒動に絡まっているということは、 あなたもご承知のはず。夫婦喧嘩は犬も食わないというが、お家騒動となると、こいつは一層手がつけられない。どっちの味方をしたって、どっちみちよくは言われない。うっかりすると、ひどい羽目に落ち込んで、抜き差しならないことになるんです。ことに、今度の場合なんざ。あなたは確かに見当違い。そればかりではない。ひょっとして、あなたの出ようによっては、十二万五千石が不意になってしまう。 源次郎というのは、古事記の子だろうと、そうでなかろうと、それを続き出してみたって、それがどうだと言うんです。告別、何の手柄にもなれやしない。照れくさそうに頭をかき。とんだご説法になりましたが、筋をいやそんなわけ、根本のところは、こんなつまらないことで、あなたをしくじらせたくないと思うから。もっとも、あなたにばかり、手を引かせようというのじゃない。こういう手前も。 ただいま限り、きっぱりと、引っ込みをつけますから、そこんところを買って、ひとつあなたも、これで段切れということにしてくださいませんか。手前の見込みじゃ、別に我々が手を出さずとも、時期がくれや、源次郎と萩野心は、黙って立って、小がへ帰るはずなんです。藤波は、きっぱりした顔になって。そうですか。話はよくわかりました。俺も手を引くから、お前も手を引けという。 何も役所の仕事じゃあるまいし、いわばほんの頼まれごと。そうまで言われて、意固地に嫌とは言い切れないところだが、それにしちゃ、あなたの仕掛けが悪い。話だけならともかく、センタがこんなざまにされた上で、ああ、そうですかじゃ、いかにも脅されて引っ込んだようで、私の顔が立たない。せっかくだが、その件は、お断りします。と、にべもない。 千人悲願。小塚っぱら天皇の祭礼で、千住大橋の上では南北に分かれて吉礼の大綱引き、深川村と葛飾村の若い衆が、おのおの百人ばかりずつ、太だけほどの大綱に取り付き、エッサエッサと引き合っている。両方の橋のたもとはこの見物で、爪も立たないような大変な人で。 こういう騒ぎをよそにして、岡野の大福餅の土手下に、肛門を敷いた親子連れの小敷。親の方はいざりで展望、子供の方は五つばかりで、これも目も当てられない白くも頭。肛門の上へ掛け板を置いて、青っ鼻をすすりすすり。親父と一緒に、曲がなしに、ぺこぺこと頭を下げている。いわゆる、否認焼けというやつで、顔色が。 どすぐろく沈んで、手足がひびだらけ。荒めのようになった古布子を着て、尻下がりに縄の帯を結んでいる。どう見たって腹っからの小雪の子だが、することがちょっと変わっている。通りすがりに、一門、二門と、掛け碗の中へ長刻を落とす人があると、妙に鼻にかかった声で、おありがとうございます、と言いながら、 指先で彫目をつまんでは、そっと草むらへ捨てる。格別目立たない仕草だが、いかにも異様である。青十郎は、橋のたもとに突っ立って、人波にもまれながら、じっとその様子を眺めていたが、ふっと一人笑いすると。なるほど。あれが源次郎様か。多分こんなことだろうと鼻から睨んでいた通り、こんなところで、古事記の真似をしている。 それにしても、よく化けたものだ。こけずらにあおっぱな。これが十二万五千石のおやつぎとは、誰だって気がつくはずはあるまい。先の浜の小地といい、小地ギタでの手岩といい、察するところ、萩野心というやつは、年は若いが、よほどの秀才と見える。なるほど、大したものだな。と、つぶやいていたが、急に気をかいて、ここにいるとわかったら、これで俺の役目は済んだようなものだが、 それにしちゃ場所があり。どれほどうまく化け込んでも、いずれ藤波に見破られるに決まっている。萩野心の方じゃ、こうまで大がかりに探されているとは知らないから、それでこんなところで、まごまごしているんだろうが、これは実に、どうも危ない話。そばへ行って、それとなく、耳打ちをしてやろう。と、言いながら、人並みを分けて、岡野の前を回り、土手を降りて、二人の方へ近づこうとするその途端。 骨に迫るような鋭い気合とともに、右の肩のあたりに、節然と迫った剣気、思わず、おと叫んでとっさに左にかわし、一気に土手下まで駆け下りて足場を踏み、塚に手をかけてきっと振り向いてみると、誰もいない。岡野の上りが、風に挟めいているばかり。びっしょりと、背筋をぬらす悪汗を拭いながら、さすがの青十郎も顔色を変えて、 実に、どうもすごい元気だった。うっかりしていたら、まったつになるところい今のやい切りは、かぎりゅ流のしげ落とし。これほどに使えるやつは、日本広しといえども二人しかいない。一人は、ゅうの、時沢野兵。もう一人は、越前お野の,土の,の,の、土井能の守の着つ土井けとしゆき。が、この方は、もう十年も前から、この世にいない人。それにしても、 時沢や平がこの俺に切ってかかる因縁はないはずだが、期待なこともあるものだ。俺のいたところは土手の折り口だったから、岡野の裏手までは少なくとも六軒はある。どれほど精妙な使い手でも、俺に切りかけておいて、晴れだけのところをとっさに飛び返り、建物の陰に身を隠すことなど、一体できるものではない。土手下まで駆け降りたのが大幅で三歩。時間にすれば、 ほんの瞬き二つほどするま。そこで振り返ってみれば、もう人影はない。とてもそんなことができようわけがない。とすると、俺の気だけだったのかしらん。首を振って、いやいや、そんなことはない。確かに、真っ二つにされたような気持ちだった。と言いながら、また、額の汗を拭い。しかしまあ、どうあろうと、それは済んだことだ。いをよいよもって、物騒な形成だから。 黙っているわけにはゆかない。いかに悪意ん払いとは言いながら、あんな奴にやられてしまっちゃは何もならない。どうでも、ここは立ちのがせて、もっと別なところへ。と言いながら、また一歩踏み出そうとすると、千鳥の鳴くような鋭い空なりがして、どこからともなく飛んできた一本の小塚。後ろ様に裾を貫き、ぴったりと前裾のところを縫い付けた。ちょうど、 足枷をかけられたように、裾に引き締められて、あがきすることもできない。あご重労は、また、あっと強症の叫びを上げ。こいつはいけない。あの二人に近づこうとすると、必ずやられる。いわんや、俺の手に立つような相手じゃない。下手にがちばったら、たった一つの命を棒に振るう。こういう時は、尻尾を巻いて逃げるに限る。つくばって、小塚を抜き取って、草の上へ放り出すと、 頭を抱えて、無惨に川島の方へ逃げ出した。それから、十日ほど後、向島の八尾松の奥座敷、青十郎と藤波の二人。ご承知の通り、江戸の須崎は須崎の浜なんぞとは言わない。市口十兵衛からその話を聞いたとき、手前はすぐ、これは定常雑記にある例の古事だと気がついた。 昔、去る身分の高い方が、通りすがりの法院に、恐れながら、あなたのお顔には、古事記の層がある、と言われ、国を治める前に、悪印を払っておこうというので、筑前五佐島の、先の浜というところへ出かけ、網を引いている漁師から、古事記の手で、魚をもらって歩かれたという話がある。私の推察では、評判通り、本当の源次郎は、やはりあの時、百姓屋の離れで死に、 今の源次郎は多分通りすがりの古事記から買い取った子供なのにそういないと思った。古事記の子供だから古事記の層があるのは当たり前のことで、拙層という坊主がそれを看破したのはまた無理もない話。萩野心の方は覚えのあることだから大いに強行してなんとか古事記の層を払いたいと思い、今の古事に習って千人悲願を思い立ち、そこで書き残した一筆が先の浜。 藤波は頭をかき。なるほど。そういうわけだったんですか。そんなこととは夢にも知らず。非人のガキの総ざらいをしていたなんぞ。実にどうもうかつな話。こりゃどうもお恥ずかしい。青十郎は手で押さえ。まあまあ、そうしょげられるには及ばない。手前にしてからが、ただもうほんの思いつき。偶然そんな話を知っていたというだけの巧妙。大して自慢にもなれやしません。 それはそうと、例の土手の切りかけの剣。あなたも、ひどい目に遭ったそうだが。まったく、あれはすごかった。びっくり敗亡して、見えも張りもなく逃げ出しました。手前もその通り、天で地面に足がついたとも、思われませんでしたのさ。ところで、藤波さん。あのものすごい剣気の主は、死んだと思われていた、土井鉄之助だったのですぜ。えところで、まだ驚くことがある。 土井鉄之助こそは、古事記のこの実の親。うぶすな参りの帰り道、ちょうどそこへ通り合わして、家老の静之助、自分の子供を売った当人。ほほう。本来なら、土井鉄之助は、越前王野の四万一千石を継ぐはずだったが、ママ母のために拝着され、一層気楽な世渡りをしようと、否認の境外へ身を落としたが、元を正せば、同じ末は現時。 土井節の神都市勝から分かれた同じ一家。カズマなんかに比べると、この方が血筋が近い。いわば、これも因縁ごと。願ってもない決着だと言うべきでしょうが、残った問題というのは、替え玉をして相続を願い出たという件だ。が、この方も白を切って押し通せば、どうにか無事に収まろうというもの。カズマやカズマのおじの方は、土井鉄之助が正面切って押さえつけるはずですから。 そういう事実の前には、うとも言えるわけがない。藤波は舌を巻いて。これはどうも、いよいよいけない。すると、私がジゃジャバったら、せっかくの機嫌も、不意にしてしまうところでしたな。いや、いい教訓を得ました。これですっかり話は分かったが、すると、土井哲之助はあの時。青十郎はうなずいて。そうですよ。千人悲願を遂げさせるまで。 どんな奴でも一歩も寄せ付けまいと、陰ながら思っていたというわけ。すると、どっちみち我々じゃ寄りつけなかった。あなたは途中で手を抜いたからいいようなものの、私の方はまるっきりの無駄骨折り、こいつはバ鹿を見ました。青十郎はへへら笑って。ほら、ご覧なさい。だからたまには、人の言うことも聞くもんです。あなたは少し、強情だよ。